どうも、レオジンと申します。皆さんはダンスダンスレボリューションという音楽ゲームをご存知ですか？1998年下期にビーマニシリーズ第3弾として登場したゲームでございます。2018年9月26日にてシリーズ20周年を迎え、今なお長く続いている音楽ゲームの一つです。日本だけではなく海外でも根強い人気があり、フィットネス効果も期待できると一時期話題になってました。このゲームの操作は簡単。指示された方向のパネルを足で踏む。以上。曲の最後までプレイできたらクリア。非常にシンプルなゲームです。今回の動画では初代ダンスダンスレボリューションから現在稼働している AS2O プラスまでの歴代ボス曲を紹介していこうと思います。ちなみにボス曲とは何か、そのシリーズを代表する高難易度の曲のことを指します。個人的にこれはめちゃくちゃ難しいわーといった曲たちをピックアップし、皆さんに紹介しようと思います。どんどん難易度が上がっていく様子を見ながら楽しんでいただけたら幸いです。それではどうぞ。Right.